ニコロ・パガニーニ・パガニーニ、1782年10月27日から1840年5月27日は、イタリアのバイオリニスト、ビオリスト、ギタリストであり、作曲家である。特にバイオリンの名手としてヨーロッパ中で名声を獲得した。パガニーニがバイオリンを弾き始めたのは5歳の頃からで13歳になると学ぶべきものがなくなったと言われ。 その頃から自作の練習曲で練習していた。それら練習曲はバイオリン演奏の新技法、特殊技法を駆使したものと言われる。そのバイオリン演奏のあまりのうまさにパガニーニの演奏技術は悪魔に魂を売り渡した代償として手に入れたものだと噂されたという。そのため彼の出演する演奏会の聴衆には 本気で十字を切る者や、本当に、パガニーニの足が地についているか確かめるため彼の足元ばかり見る者も,もいたという。少年時代から病弱であったが、1820年に、入ると、慢性の咳など、体調不良を訴え、毒素を抜くために下剤を飲み始める。1823年には、梅毒と診断されて、水銀療法とアヘンの投与が開始された。 さらに1828年頃には結核と診断され、眼光を飲み始め、さらに下剤を飲み続けた。その後、水銀中毒が進行して、次第にバイオリンを弾くことができなくなり、1834年頃についに引退する。そして1840年に水銀中毒による蒸気管支援、ネフローゼ症候群、慢性腎不全により、ニースで死去。一般に、 死因は、口頭結核もしくは、高頭癌と言われているが、主治医の診断から結核ではなかったことが、はっきりとしており、記録に残る症状から、水銀中毒だったことは明らかである。前述の噂が原因で埋葬を拒否され、遺体は、防腐処理を施されて、各地を転々とし、回装を繰り返した末に1876年に、パルマの共同墓地に、ようやく安置された。 イルカノーネにコロパガニーニが愛用した1742年生、デルジェズ、イルカノーネ。パガニーニが演奏に使用したバイオリンとして、1743年に、グアルネリ・デルジェスが制作した、イルカノーネが有名である。賭博でかけたバイオリンを取られてしまったパガニーニに対し、1802年に、リブロンという商売人が、自身が所有する上記のグアルネリのバイオリンを、 演奏会で使用してほしいことを申し出た。パガニーニはそれを承諾し、演奏会でそのバイオリンを使用したところ、演奏会は予想以上の成功を収めた。あまりの素晴らしい響きに驚嘆したリブロンは、対応したバイオリンをパガニーニに譲渡する。パガニーニは、リブロンの行為に対し、今後このバイオリンを他人には使用させないとの誓いを立てる。以後、パガニーニはこの楽器を、音の大きさから、 カノーネと命名し、修正愛用した。なおカノーネは、パガニーニの遺言で、他人に譲渡、対応、演奏をしないことを条件に、故郷ジェノバ市に寄贈された。この遺言は当初は守られたが、1908年に定期的な修理を兼ねてバイオリニストに対応することを決定。1937年の全面修理を経て、現在に至るまでパガニーニの遺言を無視する形で、 太陽と演奏がされている。ビオームパリの弦楽器職人、ジャンバティスト・ビオームが1833年に制作したバイオリン。カノーネの修理中に、同器を忠実に複製したもので、パガニーニは気に入って購入しようとしたが、ビオームは無償でプレゼントした。パガニーニはこれを愛用した後、1840年に、弟子のカミッド絞りに500フランで譲渡し、 大金は制作者の美容部に感謝と友情の証として送った。パガニーニは作曲家としても活躍し、バイオリン曲を残したが、極めて速いパッセージのダブルストップ、左手のピチカートフラジオレット奏法など、どれも高度な技術を必要とする難曲として知られている。パガニーニ自身は技術が他人に知られるのを好まなかったため、 生前はほとんど自作を出版せず自分で楽譜の管理をしていた。その徹底ぶりは凄まじいもので、自らの演奏会の伴奏を担当するオーケストラにすらパート譜を配るのは演奏会の数日前で、演奏会までの数日間練習させて、本番で伴奏を弾かせた後、配ったパート譜はすべて回収したというほどである。しかも、オーケストラの練習では、 パガニーニ自身はソロを弾かなかったため、楽団員ですら本番に初めて、パガニーニ本人の弾くソロパートを聞くことができたという。その背景として、パガニーニ自身が無類のケチだったということの他に、この時代は著作権などがまだ十分に確立しておらず、出版している作品ですら当たり前のように盗作が横行していたため、必要に、 作品管理に執着するようになったとする説もある。このように、パガニーニ自身が楽譜を一切外に公開しなかったことに加えて、死の直前に楽譜をほとんど焼却処分してしまった上、彼の死後に残っていた楽譜も遺族がほぼ売却したため楽譜が散逸してしまい、大部分の作品は廃絶してしまった。現在では、無伴奏のための24の寄奏曲や6曲の バイオリン競争曲などが残されている。現存している譜面は彼の演奏を聴いた作曲家からが譜面に書き起こしたものがほとんどだと言われている。また、同じ理由からで死をカミンドを絞り一人しか取らず、その絞りにも自分の持つ技術を十分には伝えなかったため、演奏の流派としてはパガニーニ一代で途絶えることとなってしまった。パガニーニは 1800年から1805年にかけて表だった活動をやめ、ギターの作品を数多く作曲している。これはフィレンツェの女性ギター奏者を愛人としていたためと言われている。20世紀前半の巨匠と呼ばれるバイオリニストでは、などがらカンパネラなどの作品を録音している。また、ビリアム・プリムローズがビオラ奏者としてパガニーニ作品の録音を残している。 20世紀にバイオリニストの王と称されたヤッシャハイフェッツはパガニーニの作品を全く演奏、録音しようとしなかった。その理由については諸説あるがハイフェッツ自身が明確な理由を公にしなかったので現在もその真意は不明なままである。例外として死であるレオポルト・アウアーによって演奏会用に編曲された24の喫奏曲の13番、20番、 24番と若い頃に録音した無休動の音源が現存している。現在では24の基礎曲やバイオリン競奏曲第1番、バイオリン競奏曲第2番、ラ・カンパネッラは数多くのバイオリニストが録音をしている。なお、サルバトーレ・アッカルドがバイオリン競奏曲第1番第6番をはじめ、譜面が現存するバイオリンのための作品のほぼ全てを 録音している。パガニーニの演奏、楽曲は、リストやシューマンなど、当時の作曲家に、多大な影響を与え、以後様々な作曲家がその主題によるパラフレーズや、変奏曲を書いた。特に、24の起奏曲の最終曲、主題と変奏異端調や、バイオリン競争曲、第2番の修学賞、金のロンドは繰り返し用いられた。パガニーニの主題を用いた。 他の作曲家の作品を以下に示す。ありがとうございます。